はい、皆さんこんにちは、こまめです。今日はですね、職場での人間関係の解決策、これについてですねお話したいと思います。先日ですね、うちの会社で実際に殴り合いにこそならなかったもののですね、その一歩手前まで行ってしまいました。今回はですね、あくまでも会社側、経営者から見た解決策をお話したいと思います。あくまでも会社の、うちの会社の例です。大きい会社だったりするとですね、パワハラなんかも含めてですね、そういった対策をする部署を設置するといった方法もあるかもしれませんが、うちみたいな小さな会社ではですね、そういったことはできないんで、そういった中での解決策となっていきます。今回のですね、人間関係の問題、従業員同士、トラックドライバー同士の喧嘩だったんですけど、引き金となったのはですね、お客さんのところでのフォークリフトの使い方でした。たまたまですね、同じ時間にお客さんのところに荷物を積みに入ってですね、でそこの現場フォークリフトが1台しかないんで、通常はですね、先にフォークリフトを使っていて積み込みをしている人がいたとしてもですね、常に使い続けるわけじゃないんで、必要に応じて交互に使っています。別にですね、何らかしらこうしっかり規定しているわけではないんですけども、当然そうした方がですね、作業効率も上がりますし、できればですね、積み込み協力して積み込みをする方がお互いにとって時間の節約にもなります。それで、この日はですね、 A さんが最初にフォークリフトを使ってました。後になってですね、 B さんが来て A さんに、そのリフト使ってなかったんでですね、ちょっと使うよと言ってリフトを借りようとしたんです。その時にですね、 A さんが激高して B さんに詰め寄ってですね、以前自分が使っていたフォークリフトを借りたまま戻しに来なかったことを指摘します。その時の言葉遣いがですね、お前この前リフト返さなかっただろうとですね、タメ口っていうか、上からだったんでですね、 B さんも言葉遣いについて文句を言い返します。そのままですね、エスカレートして大声で言い合いをしたんですけど、近くにいたですね、現場のお客さんが仲裁に入ってくれて事なきを得たんですけど、ちなみにですね、以前フォークリフトを返さなかった経緯、これをですね、後になって B さんに聞いたんですが、ちょっとした言葉の勘違いだったようです。 A さんの積み込み自体はですね、ほとんど終了しようとしてたんでですね、B さんとしては、このままずっと使っていいかなというつもりで尋ねたんですが、 A さん自体はですね、まだ後になって使うつもりだったようです。ただですね、普通に考えるとフォークリフトを返したの返さなかったのっていうぐらいで怒るはずがないんです。この2人ですね、前々から確執がありました。もともとですね、職場なんていうところは価値観が全く違う人間が集まってくるところですし、年齢なんかも全然違うんでしょうがないんですが、以前ですね、 A さんと話していた時に B さんは態度が悪いから嫌いだっていう話をしていました。私の目から見るとですね、そうは見えなかったんですが、それはですね、本人の感じ方でもありますし、A さんだけにそういった態度をとっていたのかもしれません。B さんに関してもですね、その空気を感じ取ってたかもしれませんし、いずれにしてもですね、この2人の関係はかなり悪かったっていうのは間違いありません。人間関係の解決策なんですが、A さんだったり B さんだったりですね、個人の立場であった場合は別の方法があるのかもしれませんが、今回はですね、あくまでも会社として、経営側としてどう対応できるかを考えています。例えばですね、この2人を呼び出して、お互いに謝らせてですね、握手をさせるなんてことを、こんな小学生みたいなことをさせてもですね、何の解決にもならないでしょうし、多分小学生でも解決しないでしょう。で、お互いの言い分をしっかり聞いてですね、両方が納得いく方法を考える、これができるならですね、これがベストに決まってます。ただ人間関係です。お互いが納得いく方法なんてまずないでしょう。会社としてもですね、従業員同士が仲良く、一丸となって仕事をしてくれた方がいいに決まってます。喧嘩をしているような職場よりはですね、はるかに生産性は上がるでしょう。それにですね、今もちょっとコロナでどうなるかわからないんですが、相変わらずの人手不足は続いています。従業員同士の争いでですね、退職者が出てしまうなんてことがあったら、大きなマイナスです。なんでですね、私もいろいろやってきたんですが、その一例としてですね、もう結構前なんですが、トラブルメーカーの従業員がいました。明らかにですね、彼が悪いだろうということが多くて、実際にですね、それで会社を辞めた人もいるぐらいでした。仕事に関してはですね、しっかりとやってもらえて
ったん でお客さんとのトラブルもそんなに多い方じゃありませんでした、まあ、ただですね周りの従業員からの評判がすごく悪くてですね別の従業員とトラブルになった時に、まあ、このトラブルメーカーの従業員を呼び出してですね聞いたんですけど、まあ、明らかにですね彼が一方的に悪いというもので、まあ、私としてもですね見過ごせないような話だったんでさすがにですね私もちょっと嫌気がさしていたのもあって、まあ、もちろんクビにはできないんですけども退職勧奨しました、まあ、自主退職してくれないかっていう話をしました、まあ、本人もですねかなり非を感じていたのもあって自主退職をしました。それからしばらくはですね会社の雰囲気が良くなったというか、まあ、そのグループの中ではですね良かったっていう空気になってたんですが、まあ、別にですねメンバーが変わったわけでもないんですが人間関係に対する不満というものが出てきました。まあ、厄介なことにですねトラブルメーカーの従業員がいた時は他の社員全員がですねその彼に対してのみ不満があるといった形だったんで、まあ、彼一人対その他の従業員という形でした。まあ、全体として見ればですねそこまでの問題はなかったように感じたんですが、まあ、彼が辞めていこうですね内部が完全に2つに分かれてしまったんです。お前らこの前まで仲良かっただろうと思ってた従業員がお互いに悪口を言ったりですね、まあ、業務全体にもですね支障が出たりしました。やはりですね組織、まあ、少人数もう本当ですね3人とか4人であってもですね組織であれば人間関係が問題になってくる可能性というのは非常に高いです。まあ、人間関係のトラブル自体っていうのはですね、まあ、すごく難しいんです。まあ、仮にですねトラブルの原因、まあ、さっきの例で言えばですねトラブルメーカーみたいな人間を辞めさせたところでですね抜本的な解決にはなりません。まあ、じゃあどうするか、まあ、組織というものがある以上ですね人間関係のトラブルっていうのはなくすことができないとなれば、まあ、うまく付き合っていくしかありません。人間関係のトラブルはですね常にあることを前提として対応していくしかないんです。まあ、上司であれですね経営者であれ、まあ、どちらかに肩入れしてですね無理に解決を図ろうとするともう一方の方がですね大きな不満を持つことになるでしょうし、まあ、それが原因で会社を辞めてしまうことになればですね会社にとっても大きな損失です。従業員同士のですね人間関係に上司ないし、まあ、経営者が口を挟むべきではないという言葉をたまに耳にしますが、まあ、それとはまた少し違います。まあ、放っておいていいという問題ではありません。まあ、こういった問題が起こっているということはですねしっかりと把握しておくべきでしょうしもちろん度が過ぎればですね介入もやむを得ないでしょう。ただ基本的にはですね無理やり解決するのではなくお互いの不満をそらしに行く、まあ、ここに力を注ぐべきではないでしょうか。まあ、そのためにですね普段から従業員とコミュニケーションをしっかりとってですね、まあ、適切なアドバイス、まあ、例えばですね仲良くする必要はないけど挨拶だけはしっかりしようだとかですね、まあ、イラッとしてもですねそこは大人の対応しようだとかですね、まあ、不満がある場合にはそれを聞いてあげるだけでも何らかしらの解決になるのかもしれません。解決しないという解決策、まあ、これも一つの重要な考え方じゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございました。